おはようございます。今日はハロウィンです。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンです。なので家にある最大の、最大じゃない、家にある最低のこちらでお送りします。私はこれです。俺の最大はこれです。おはようございます。これ50分まで、6時50分までこれで行こうと思います。でもなんかこうするとさ、ちょっとさ、今さこういう帽子、なんかこういうデカめのさ、こういうデカめの帽子流行ってるじゃないですか。こういうのそれに見えますよね。これの久々に目が開かないです。おはようございます。なんでなんかまあまあこういう感じで行こうかなって。これだったらそう、ハロウィンの仮装、今日帽子ないから、今日の帽子これにしようかな。どうですか、今日の帽子はこれで。今日のハロウィン公演これで。今日もこれでおはようございますって行こうかな。そう、今日がハロウィンです。でも今日がハロウィンってことは、ハロウィンってことはもう今日、今月が終わっちゃうんですよ。なんでこれができるハロウィンはもうこれしかないんで、これで行かせていただきます。おはようございます。キラキラ求めてます。キラキラ求めキラキラ求め、今このうさみみちゃんによって視界がもう妨げられるっていうか、こうちょっと重みがあるから、今日まぶたが重くて開かなくて、今日多分。ありがとう。なんか全然なんかまぶたが、今日二重幅が機能してくれないんですよ。わかります？今も広くなってる。いつもちょっとバグってるんですけど、今日はバグです。バグなんで、こ
この帽子をかぶることによってなんかこう重りになってるから、あとこの前髪ね、だからもう寝ちゃいそうです。今日もさっき15分前に起きました。でも多分ちょっと怖いんでしょうね、菅原の今、おはようございます。菅原の体がなんか、あ、絶対寝坊できないと思って目覚ますよりも早く起きちゃうんですよ。はい、菅原、目覚まし通りに起きるよ気持ちしかないのにさ、あ、体はさ、それよりも先に私を起こすのに、起こそうとしてくるんですよ。許せないっすわ。おはようございます。よかったらギフトください。めっちゃ直球、めちゃくちゃ超ストレート、超ド直球のストレート、めちゃくちゃストレートすぎてみんな困ったんじゃない、今の発言なんで。本当になんで体を朝時間まで寝かしてくれないのか分かんなくてびっくりしております。こっちはさ寝たいのにさ、なんで。すごい言ってくださいって、すごい超特急に言ったら、うん、超直球すぎてすいません。超特急は違うアーティストの方ですね。超直球、直球、ド直球、じゃあ今からは何しますか。じゃあ今から何でも答えるわ。それはそう、答えたいのだけ答えます。皆さんからの質問に今から答えます。ある人、ある人、ないから寝ちゃう。みんないっぱい投げてくれてる。何時間寝れましたか。何時間、何時間、何時間だろう。
じくん、うん、5時間ぐらい、5時間寝たのかな。5時間寝たぐらいな気がします。なんかさ、3時間とかでいい人もいるよね。移動時間にたくさんさ寝れる人とかだったらさ、3時間とかでもいいけど、すごいですよね。うわ、今のですごい、今のあくびの仕方でよくわかんないけど、ここの筋がめっちゃ痛くなったわ。めっちゃでもないけど。次。次。バスや新幹線で、バスや新幹線で、でも人がいると寝れないので、上手じゃないんですよ、寝るの。バスだったら、あとちょっと暗いから、暗いし、隣に人がいないこともあるんで、そう、寝れるけど、新幹線、だから基本、あんま移動中は寝れないです。おはようございます。寝れないです。めっちゃ前に、めっちゃ昔に新幹線乗り過ごしたことがあるので、そこからあんま寝すもう寝ることなくなりました。誰かがたく、あの大人スタッフさんとかメンバーとかがいるときは寝るんです。寝れるんだったら寝るんだけど、寝れない時の方が多いかも。眠たいから、おはようございます。眠たいから寝るんだけど、うまくは寝れないので、目つぶってる、なんか目つぶってで聞こえてくる音に集中しちゃいますから、寝れないです。基本的に移動中は、あと多分明るいところで寝れないんだろうな。スガラの使っている香水は香水はあれです。あれです、あの香水です、あれなんです、あの香水でした。最近は何も読んでないです。ここ何週間は、何週間ってか、ここ1週間は特に LINE 漫画とかなんか漫画アプリの漫画もあんま読んでないし、紙はね、もう全然買ってないです、最近も。です。おはようございます。お疲れ様です。です。最近は全然漫画を読んでないです。やっぱLINE漫画も
ライン漫画も読めてないんで、読んでないんです最近は。次、次ありますか。次、この図柄もごもご喋るのやめないといけないんですけど、やめれないです。やめれないです。最近自分の中で来てる食べ物はかぼちゃです。かぼちゃ、なんかすがらあんまり前までかぼちゃの料理好きじゃなかったんですよ。かぼちゃ自身が自体があんま好きじゃなかったんですけど、最近なんかかぼちゃ、なんかかぼちゃって甘いじゃないですか。甘いのになんかしょっぱい料理とかに入ってるじゃないですか。それが好きじゃなかったんですよ。けど最近は好きになりました。かぼちゃの天ぷら、でも言ってそんなしょっぱくないけど、最近はかぼちゃの天ぷらとか、かぼちゃのコロッケ、コロッケとかぼちゃのなんかセブンで、セブンにあるかぼちゃのサラダみたいな、甘いかぼちゃのサラダがあって、それはハマってます。甘い料理甘い料理好きです。甘い料理と思ってかぼちゃをねえ、かぼちゃがを食べれるようになりました。好きでした。1分36秒もミラーボールをいただきましたが、じゃあここで1曲、今の心境、今のし心境はねえねえねえ眠たい、全部が、そしてこの後めちゃめちゃ早いけど、終わったら意地でもねえ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 寝てやるです。寝てやる、き昨日のち時点で二度寝するための目覚ましはオッケーです。ありがとうございました。聞いていただいたのは今の心境でした。聞いていただきありがとうございます。こんな朝からさ、みんなも朝って結構頭回らないじゃん、きっとね、きっと回らないと思うんだけど、回らないからさ、もうこんな多分見てるのにさ、こんな意味わかんない歌をさ、ありがとう、聴いてくれて
でも本当に昨日の時点でまだちょっとだけでも20分とかでもいいから寝たいと思って、私あのここの起きるアラームもセットして、あのうわうわ急に春で、なんかもうすぐ一緒にセットしました。起きる何かあともう遅刻しないように、まあちょっと遅刻しないように家出るちょっと前にも一応アラームをかけて寝すぎないように寝すぎないように寝すぎないように、うわよだれ出ちゃいそうだったよだれ出ちゃいそうになっちゃった今。今なんと、ね、気になるよねこの家うるさいの、このそういうのこういう音うるさいんだ、すがるんち困るんだよな、こういう音聞こえてくるから。庭とつとかの準備もしました。荷物の準備もしました。なんかさたまにさなんか急にこういう音がさ流れるからさなんか落ちてきたって思う時がある。まあ準備が終わってるかっていうか、まあ、今日は昨日と同じバッグで行こうって終わってるので、思ってるんです。おはようございます。キラキラ求む求むキラキラ求む他のもの じゃあ次50分までなので残り10分ほど、おはようございます。残り10分ものじゃない10分ぐらいなんで、ラスト何か、まあ、そんな答えてないですよね実際。パッパパパッパといろんなものに答えていこうって思ったのに全然だけど、最後栄光のある質問をお願いします。出かけるよ、はい、ラストでこちらです。わ、なんか新しいの追加されてる。最後の質問は、出かける洋服は決まってるの？はい、こちらです。出かける洋服はですね、なんと決まってます。基本的に私はいつも公演の日はレッスン着でございます。レッスン着で、今日は朝からお仕事があるので。
もうレッスンにです。朝からまあレッスンがあるので、朝からレッスン着でございます。朝からもう公演の日は絶対にジャージ、レッスンの日もジャージです。なのでレッスン着で行きます。なのでレッスン着です。今日の私のお洋服は、お召し物はレッスン着です。ね、今日特に全然頭回ってないですね。レッスン公演なら、うん、レッスンと公演はレッスン着パーカー、レッスン着はパーカーの時もあります。今日まだ着替えてないです。着替えてないんでまだ、パーカー着てく時も全然ある。でも前よりもなんかフード付きのパーカーは、基本パーカーはフード付いてんだけど、なんていうの、前焼きパーカー以外あんま着なくなったかも。それ以外はスウェットが増えました。おスウェットが、着帰りはちゃんと皆さん上着を持っていきますよ。私もちゃんとそういうのは意外とちゃんとしてるんですよ。おはようございます。トレーナー、スウェットとトレーナーって何が違うの？正直な、おはようございます。あんまり帰って誰も答えてくれませんでした。この後は13時15分からの予定ではあるんですが、予定ではあって、予定なだけで あるんですけど、ちょっとずれ、前後ずれちゃうかもしれないので、前後ね、どうなっちゃうか、まあ基本的にはそう、もしかしたら前後ずれちゃうかもしれませんが、まあ基本的30分遅れるとか全然ないんですけど、5分とか前後しちゃうと思いますので、あの通知の方をしっかりオンにしてもらって、ぜひ始まったらいつでも来ていただけるようにご準備よろしくお願いします。で、夜は23時15分から最後今日やりたいと思います。さて、私は最終的に行けるのか、上に行けるのか行けないのか負けずに頑張りたいと思います。まあ、皆さん頼りなんですが頑張ります。ハラハラドキ
時々の決戦が今ここに始まります。でも待って、もう今日終わったらさ、11月だよ、11月だよ、怖ない？やだ、今月がもう終わっちゃう、新しい月が来ちゃう、やあ、新しい月が過ぎて怖いね、新しい月過ぎて。みんな10月悔いなく終わりましたか？早っ、マジで怖っ。毎回1年間あっという間で怖いですわ。とっても早いです。まあでも来月も再来月もいっぱい楽しい思い出を作れるように、悔いなく皆さん過ごしていきましょう。行きましょう。楽しみましょう。じゃあ10月最後楽しみましょう。菅原は今日ハロウィン当日にお仕事があるから、ハロウィンを精一杯楽しんでショールーム楽しみたいと思います。また後でおしゃべりしに来るんで、一時は何をしているのか、ちょうどお昼ご飯が食べれるのか食べれないかなので入れたら私がもぐもぐする姿をまた今日も皆さんにお見せしますので、どうぞ見に来てください。てことで皆さん、朝から見に来てくださった方ありがとうございます。この後何か用事がある人、今から活動する、する人もいると思うし、もしかして今から寝る人もいると思いますが、お互い今日一日がいい日でありますように、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 全然もう終わったようにありますように、何も悪いことは起きずに、素敵な、素敵でもないけど、まあ、素敵になるんだったら素敵でもいいんですけど、まあ、とりあえず皆さんの今日が悪いことが起きないことだけ祈っておきますので、気をつけて、この後お出かけする人はお出かけ、お仕事する人はお仕事、寝る人も寝てください。ってことで、この後1時15分の午前後にお会いしましょう。ということでありがとうございました。もうこれは朝しかやらないから、スクショ、あ、スクショタイムのタイミングでこれが来ましたが、嬉しい、みんな3位まで上げてくれて嬉しい嬉しい。最後3位に上がってから終われたら、また抜かされちゃうかもしれないんですけど、3位になってから終わりたいなと思ったんで、よかったです、ありがとうございました。スクショもう一回、ちょっとタイミングが悪かったんで、はい、ってことでスクショタイム終わりです。また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。